ネオトライダガー GMC カーボンスペシャルとはいえスーパー2シャシってちょっと剛性がないよな。アルディさんが企画するミニ四駆 GT カー選手権、フラットレースを予定してるということで、フラットマシーンっていうと最も速いとされる改造イゲタというものがあるんですが、あれ作るのめんどくさいんだよな。スーパー2シャーシー軽くてスピードが出しやすいという利点がありますが、フラットレースにおいてこのシャーシのしなりというのが特に必要ないかなと思うので、今回はスーパー2シャーシの剛性を上げる改造、それもイゲタではない方法でやっていこうと思います。それでは一旦パーツを分解。シャーシの剛性を上げるポイントとして、シャーシの裏側アンダーパネルを採用したいと思います。まずはフロントバンパー、リアワイドステーとリアブレーキステーをこのように取り付け、リアバンパーをリアマルチステーをこのように取り付け、取り付けのベースになっているのがカーボン強化ステーとなっております。ここまでで一旦確認してみると、シャーシとステーにいくらか隙間が空いてますので、シャーシ裏を面位置にならしていきます。フロント側はこの部分ニッパーで切ってあげて、リア側はこれらのマーク、これはあれかな、ヤスリで削っていくしかないかな。では紙ヤスリで削っていきます。はい、ではこんな感じに削れましたら、再度取り付け、今度はタイヤが干渉しないようにリアステーのこの部分をカット、サラビス加工もしてあげて、フロント側もシャーシに合わせてカットしていきますが、マスダンパー乗せる予定はないけどこの部分だけ残しておこうかな。はい、こんな感じにできましたら、一旦タイヤを取り付けてみて、プレート下地上高を確認すると 28mm のタイヤで 3mm あるかないか。では最後しなりをなくすための補強プレートを2本使ってプレート同士接着していきます。くさびはランナーで作ってますのでニッパーで簡単に切ることができます。うん、見た目もそんな悪くないね。はい、これでアンダーパネルが完成です。シャーシのしなりとしては、ああ、ずいぶん剛性上がったかも。はい、こんな感じになっております。地上高はというと、お、ギリギリ1ミリあるけど、そうするとあれだな、タイヤ修正できなくなっちゃったな。はい、本日の動画以上となります。もしこの番組を気に入っていただけた方は、ぜひともグッドボタン、チャンネル登録をよろしくお願いします。はい、以上ミニ四駆マスターでした。Tひろきホビーチャンネルミニ四駆マスターをご視聴いただき誠にありがとうございます。ここでTひろきから3月プレゼントのお知らせです。プラボディセット、ビスセット、
ブレーキスポンジ、番組特製ステッカーをつけて1名様にプレゼントします。応募方法は概要欄にリンクが貼ってありますので、ぜひそちらからご応募ください。皆様のご応募をお待ちしております。